今回はこちら、ブランドセイコーのヘリテージモデルからメカニカルのクロコモデルをご紹介いたします。よろしくお願いします。今回こちら、ブランドセイコーのヘリテージモデル、そして白が眩しいこの1本になります。オーソドックスなヘリテージシリーズの中でも、クロコのバンドを使ったモデル何型かあるんですけど、今回はブラックを、チョイスさせていただきました。やっぱり綺麗ですね。いや、すごい綺麗です。もうヘリテージの、シリーズはやっぱり、そうですね、王道という感じがやっぱりするので、本当につけるシーンを問わない一本かなと思いますね。冠婚葬祭でもいいですし、スーツスタイルはもちろん、カジュアルで使っていただいても、そうですね、おしゃれかなと思います。はい。よくフェイスの白って、こう線が入っていたりだとか、少し模様が入っていたりだとか、そういうものって結構ブランドセイコーって多いかなと思うんですけど、多いですね、今回真っ白な感じで、そう、本当に純粋リュクみたいな、感じの真っ白のモデルで、ブルーの針に、綺麗な、いつも通りのインデックスですね、が装着された、王道的な一本かなと思います。実際に試着していきましょう。運転に乗せる感じで、そうですね、クロコモデル、今回ご用意させていただいたのはクロコの黒なんですけど、そうですね、ワンプッシュ三つ折れ式というのを採用していて、普通のメタルバンドのように簡単に取り外しができるタイプになります。そうですね、今ビジョンの方が映っておりますが、ワンプッシュでいけるタイプになります。ここにもグランドセイコーって書いてあってかっこいいですね。そうですね、大きさが 37mm なので、そうですね、スーツスタイルでも邪魔しないかなと思います。それではアップにして見ていきましょう。そうですね、先ほど、そうですね、白と説明させていただいたんですけど、よく見ると地模様が真っ白なんですけど、少し温かみのある和紙のような模様が浮かび上がってくると思いますが、ちょっと画像だと分かりづらいかもしれないですね。そうですね、実際にはそうですね、和紙のような少し模様がベースに刻まれております。ちょっとね、やっぱり遠くから見た時と近くで見た時の差があるっていうのもちょっと面白いですね。近くで見ると温かみがありますね。そうですね、少し風合いがやっぱりいい感じがしますね。高級感が出るというか、そして、針の方とインデックスの方、本当に綺麗に作られております。ブランドセイコーらしい、一本になってますね。あったかいですね。それでは裏蓋の方を見てまいりましょう。シースルバッグも、機械式だったらやっぱり裏が見えるのがいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。そして QS65 のムーブメント、パワーリザーブも 3Days になっておりますので、長くお使いいただけるかなと思います。途中で土日を挟んでも動いているっていうところがいいですね。定番ですけど、ブランドセイコーのゴールドの刻印、そしてそうですね、説明というのも全部ゴールドで統一されているのもかっこいいです。ゴールド、シルバー、ルビーの赤、またいいですね、ワンポイント。いいですね。いかがでしたか、今回のブランドセイコー。シンプルの中にも温かみのある一本、ぜひ店頭でご覧になってください。お待ちしております。